サードから10年以上経ってホーダーがよく出したの。いや、ほんまそうですね。ああ、出るんや。で、だからね、当時はスト4ってめっちゃ流行ってたんですけど、その、ストリートファイターが上手い人ってほとんどいなかったんですよ。だから、梅原さんがあんなに、こう、オンリーワンやったんですよ。その、スト2世代の人ってもう、そんなにもうなんかそこまでゲーセンに通って新しいゲームをバリバリやり込むぞって人ってもうほとんどいなかったんですよ。だからその波動の打ち方とか地上戦とか、そのためキャラをさばくやり方とか、そういうのってもうスト4でみんな覚えたんですよ。それまではもうなんか言うてカプエスとかもさ、竜とかいるけど、もうなんか小ジャンプやったり前転やったりジャスディヒンスやったりみたいな、そのシステムがすげえ強かったから、まあそれでなんかこう戦ってたんやけど、だ俺サードしかやってなかった時に、サードっていうかあのスト4やる前とかって、あのしゃがんでるホンダになんか何すんねやろみたいな、そういう分からんかったから、ほんまにそれ終わってないみたいな、まあほんまに結構終わってんねんけど、ただ今やったら分かるやん、一応セオリーがどういう読み合いになってるかとか、まあ弾に対してどういう対策があるのかとか、まあ今ならかなり分かんねんけど、ホーン時とかはもう俺も全然分からんかったし、みんな分かってない、手探りでやってたのが、梅原さんだけ、まあだけか分かんないけど、梅原さんは、スト2の戦いでスト4で勝ってたから、やっぱあれがなんかすごかったっすね。ああ、竜使いのみんながサガットに絶望した中で、梅原さんだけ圧倒的に勝ってたの。ああ、ダダイケサンドはそうっすもんね。見てましたもんね、多分。東京で。まあ俺らとかはその、リアルで見てたわけじゃないから、動画とかでしか見なかったんですけど、まあ竜で、まあサガットで勝つのは分かんないけど、竜で勝つってやっぱなかなか、